今回は相棒シーズン12より3作品ご紹介します。このチャンネルでは漫画や映画、ドラマといった娯楽について皆さんと共有することを目的に動画を更新していきます。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。原因菌。アプリティーボというレストランチェーンで食事をした人々が都内で倒れる事案が発生する。食中毒の可能性が高い。そこへ女性の他殺体が発見されたと一報が入った。それは食品卸売商社社員岡谷のものであった。右京が殺人事件の捜査に乗り出す一方、街中で食中毒の女性を救出した海斗は原因菌の捜査に動き出した。アプリティーボに食品を提供する食品加工会社、その会社は材料を岡谷の会社から仕入れていた。一つの殺人事件と食中毒事件にはどのような関わりがあるのか。関連のある全ての企業が目先の利益にとらわれた結果、起こるべくして起こった事件でした。どこか一つでも機能していれば起きなかったと不運な出来事で済まされる話ではなく、大事なものを見失ってしまっては本末転倒だと思わされました。右京さんが海斗君を尊重し、彼の積極的な捜査に力添えする、そういったスタンスのエピソードでした。右京さんの友達。杉下右京の語り部で本作は進行する。右京は馴染みの紅茶店でブス島という男と出会い、後日お茶会に招かれ、海斗とブス島宅へ赴いた。右京同様紅茶を注ぐブス島は右京と波長が合う変わり者のようだ。警察に嫌悪感を抱く彼は、隣室の殺人事件でミステリー作家カラスモリが逮捕された件を冤罪だと匂わせる。右京はブス島に事件の再捜査を約束した。ブス島にはインターネット上で絶大な支持を得る毒舌ミステリー批評家という一面があり、彼に勧められた右京は小説の執筆を試みた。そしてその小説は、孤独と孤高は違う。孤独を感じるのは当人の感情で、何に価値を見出すかは人それぞれである。人とはベクトルが違うからといって悲観することはない。私はそう思います。しかしそんな旗目には孤高を謳歌している彼でさえ、結局は他者に認識されることを望んだ人間味のある人物でした。本来小説家にあるべき孤独とか劣等感とかの人間としての何らかの欠落が欠落しているというセリフ回しは秀逸で、人は皆どこか欠落しており、それが何かを生み出すバイタリティとなりうるといったものには説得力がありました。歴代相棒シリーズへのリスペクトと愛を感じる脚本。二人の人物が巡り合いブレンドされ入れられた脚本という名の上質な紅茶を右京さんがしたためる。まるで作品そのものが一つの嗜好品のような海斗歩き随一の終作エピソードでした。待ちぼうけ。山奥の田舎駅で電車を待つ右京。待合室には先客の男性が一人。右京は男性と交流し、彼の身の上話を引き出す。一方海斗はカフェにて何時間も居座り、何やら思い詰めた様子の女性に声をかける。二人は非番であった。その頃総一の伊丹と芹沢は老人殺人事件の応援捜査に取り掛かっていた。匿名不在からかいつになく冴えた推理を披露する伊丹。二人は被害者が滞在していたとみられるアパートを突き止め、そこに訪れる。しかしどうやら先客がいたようで、異なる場所で匿名の二人が巡り合った訳ありの男性と女性。徐々に明かされる非番の二人の行動理由。右京さんはこれまで反省の色がない犯罪者に激高することが多かったのですが、今回は自暴自棄になる犯罪者になぜ感情を高ぶらせたのか、それは怒りとは違う感情になりました。また
説得の手法は非常に私好みで、私としては最も相棒味を感じた甲斐享家のエピソードであり、人の幸せとは目先の欲望を満たすことではないと改めて気づかされた至極の一作でした。今回はいずれも構成に特徴のある見せる3作品をご紹介しました。意見や感想がありましたら、ぜひコメント欄までお願いします。ご視聴ありがとうございました。